時は4050。本当に4050だよ。あれ朝ごはん食べてないけど、いつもと同じ。元気ですね。元気ですね。はい、食べっぷりもいいですか。食べっぷりもいいです。一日何グラム食べてましたっけ。2回。2回で何グラム。30。32回。この子食べてるのってあのメタボリックスです。そうです。はい、またこのぐらい。32回とそれ以外はビスケットあげます。みんなやる。あ、じゃあそれ。ほぼ何にもない。ほぼそれだけ。うん、まあ時々なんかレタスあげたり。レタス。レタスはいけないな。いいヘルシー。レタス。レタス好きなのこの子。なんか野菜食べる。あ、そうですか。ハーブとか。まあでもいいですよね。食べてくれれば。そうなんだ。好きなんだ。好きなのね。臭くないね。これさ、ちょっと耳の入り口も切った方がいいな。薬が入ってかんな、これでは。ちょっとだけ切っていいですか、これ。はい、ここ耳の穴が塞がっちゃってるから、なんか外耳炎になると。よし、軽く軽く混ぜるコントロールして。ちょっとだけ切っとこう、これが。食材やすかった。そうかと思う。ごめんね。やっぱりできるじゃん。どっちくらいじゃない。何を、何言ってる。何言ってる。ちょっとだけ。この入り口の手を。何言ってる。そういう動きはしないの。やすやす。これもいつもプレミしてもらってんのね。売ってる、売ってるけど、ただの音がする。音が怖い。じゃあそれこそ肛門先生。はい。よ。誰だっけ？津山さん。ちょっとデンタルケアしてこの子も。デンタルケア。デンタルケアして。はい。デンタルケアいいわ。ごめんごめん。では、豚あって。パクちゃん、仲良くしてね。よし、軽くコンディショナーとブラッシングでお預かりしましょう。仲良くしてね。はい、じゃあお預かりしますね。で、あ、そうか。8か9かわからないんだよね。あ、一応8の7時ぐらいに来るつもりです。これがご飯で。あ、もうあるわけね。一応毎回3時ずつ入ってるわけ。あ、そうです、そうです、はい、9の朝まではある。わかりました。わかりました。もしなかったらですね、お散歩用の、お散歩用のところは部屋に置いておくやつ。うん、で、もっと見つかったら困るな。うん、わー、なんかいいですよ。いいです。お部屋に入れるね。多分このお水が、なんかこう、機械のお水、量のもない。機械のお水ってこう、あ、ボトルのやつ、ボトルのやつ。あ、お皿がいいんですよね。お皿しか飲んだことがない。わかりました。基本お皿でやりますんで。すいません、お願いします。はい、じゃあお預かりしますね。はい、じゃあ一回お部屋で休憩。